はい、渡辺よしです。今回はね、新武器のね、バリスティックナイフ&ピースキーパーちょっと狙ってみようかと思ってるんでね、この無料の備蓄品ケース56個開封のプレ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これティアでバリスティックナイフ25で近接攻撃なんだけど、いつもはね、これ武器賄賂になってますね。で、50でこちらですね、ウルトラ25。ちょっとこれは動画再生できないんだけどね、これは50で、これスナイパーライフルですよ、これね、ベンデッタっていうのかな、これな。セミオート操作数5、クラスサイコン連射速度およそ 3発で敵をキルするエイム中に長押しで安定させるスナイパーライフルで、これセミオートですね、セミオートスナイパーライフルになってますね、これね。これも一応欲しいんだけど、やっぱりバリスティックナイフが一番欲しいですね。だってピースキーパーも欲しいんだけど、あれなんか無料で、無料っていうか、このワイル、あれで買えるんですよ。これで獲得できるようになってるみたいですね、ブラックジャックのこの備蓄品から。これ5個、これね、これクレート、これ5個、これでも出るのか分からないけどね。ケース、クレート、内容的には多分一緒なんだけどね。ただこれは無料のやつはね、1個しかアイテム出ないんだけど、これは3つ出るんですよ。これは CP 使って購入したやつで出るんだけど、3つ出るんだけどね。これでなんか自分が YouTube に登録してる黒人の実況者のスワップ XPL さんのね、動画見たんだけど、ピースキーパーこれで獲得してたんですよ。これ賄賂っていうのは新たに追加されてるんですよね、これね。備蓄品ケースから DLC 武器、もしくはこっちの方がいいと思うけどね、マーク2武器、確約重複なしって書いてあるね。その他のアイテムは出ないのかな、わからないですけど、ね、ちょっと開けてみますか。ケースを開けに来たんだろ、ゴー。ちょうどいい、これで新武器出たら嬉しいな。多分出ないと思うんだけど、俺が修理56個だから一応どうわからない、微妙ですね。多分出ないと思うんだけどね。54、新武器出たら嬉しいね。これこんなチンケな商売か、課金しないとやっぱダメだから。これ俺が修理したんだ。お、サクキューミル出た、デスエフェクト。これ今使ってるんですよ、今迷彩チャレンジやってるからね、スペクトラ迷彩チャレンジ。新武器出たら嬉しいですね、これ。領収書だ。お、もっと取引するか。新武器、バリスティックナイフ、一番欲しいやつが。夜中にね、フレクエンシーでチームディスマッチやったんだけど、うちの味方がね、2人、2、3人ぐらい使ってたんですよ、バリスティックナイフを。お、再抽選。ああ、47個。だ、とっても欲しくなってね、さらに。おぉ、まずこれ持ってるぞ、これ。ああ、持ってるよ。あ、でもこういうの出るんだ、たまに。これ持ってるんですよ。再抽選にも期待したいところだね。おお、いいね。56個だからね。おお、2つ出たぞ。あ、1つか。SDM のデスエフェクト。あ、デスエフェクト連続出た。モツのデスエフェクト。お、なんだこれ。スナイパーアウトローの武器名称、ストリートレース。お、デスエフェクト今回よく出るな。マッドドックスのデスエフェクト。多分新武器出ないかな。出たら嬉しいですけど。お、デスエフェクトは今回多く出る。ベップルのデスエフェクトだね。あ、最終戦だ。出ない。多分出ないかもしれないな。お、なんだこりゃ。今新たにデイズ・オブ・サマーが実装されてるんでね、開催中で、忍び寄る芸の後半になってますね。2つと思ったら1つですね、イベント。忍び寄る芸の後半とデイズ・オブ・サマーは別々と思ったんだけど、一緒になってましたね。
新武器じゃ、新武器ちょっと期待できないな、これ。あと1個で再抽選メーターでね。おう。ちょっと厳しいか、やっぱり。あ、再抽選。なんだこれ。おう、迷彩。あと31個。あと30個。1個だからね。これは無料のやつもね、備蓄品ケース。あいつ3つ出てほしかった。出てほしいね。あの、BO3 みたいな。そういう点で BO3 の方が良かったね、サービスは。1個だけでしょ。あ、さっき見るの武器チャームだ。もう、あ、もうなんだこれ、エピック。MX9 の迷彩。もう26個しか残ってないよ。出ないな。お、デスエフェクト今回多く出るな、モグ12。多分出ないね。ほら、領収書だ。こんな情報どっから来たの？ちょっとバリスティックナイフ出てほしいな。何これ？そいつでダメなら。SG12 のマーク2。おお、すごいなこれね。いいの出て、ウルトラ。出ないかな。デスエフェクト送るんだよね今回。RK7 のガリソンのデスエフェクト。あと18個ね。あと1個、再抽選だこれ。あ、次で再抽選か。あ、再抽選。あ、出ないか。あと17個。これやっぱ課金する しろってことだよこれね。課金してくださいっていうことだろうね。これね。新武器欲しいならね。おお。欲しいです。あ、これ持ってるんだよこれ。出ないね、さすがに。あと1個で再抽選。重複で、あと1個重複で再抽選できますね。なかなか出ないな、やっぱり。あ、再抽選。あー、出ない。おお、武器チャーム、ベープルの武器チャーム鬼っていうのが出たね。何これ、ストリートレース武器迷彩コロデイト。あと9個無理だね、やっぱり。武器チャーム、こう ICR7 の武器チャームだね、これね。クリスタル、あと8個。出ないね、やっぱり。お、お前に渡すのは最上の品だけだ。無理ですね。出ません。あと1個重複で再抽選。再抽選。出ないね。でいいの結構出てるんだけど、迷彩。SG12 の武器迷彩。あと4個。出ないっすね、やっぱりね。あと1個で再抽選。重複で。ダメだな。ラスト。いってみます。出ませんでした。やっぱり出ない。ああ。やっぱり出ないっすね。やっぱこれ買わないとやっぱダメかもしれないね。もしくはね、この20ティア25進めて、この武器賄賂で引き当てるしかないかもしれない。で、これはあのマーク2の武器とかも出るんでね、ちょっとわからないですね。多分武器の方、新武器を優先で多分出るようになってると思うんだけど、武器賄賂、備蓄品から遠距離武器、もしくはマーク2武器、確約、重複だし、わからないね、これね、開けてみないと。今回はちょっとこれだけちょっと紹介しようから。これ夜中に獲得したんですよ、これ。お、2つ。あ、これはもっとこれでしょ、もともとこれですね。タクティコーン、あとデスエフェクト、これですね。サプライズパーティー、ブラック、敵への着弾時に一人称視点で再生される特殊効果、ヘッドショットまたはキルで特別な視覚効果ってことで、今これ使ってるんでね、これなかなかスチール、あの、おかしいですよこれ。夜中にね、あ、2回ぐらい、何回かスチールやってるんだけど、死なずに5キロ、スチールってあの反映されないんですよ。ちょっとおかしいですね。で、迷彩つけてたんだけど、こういったペントハウスとかマザーオーパールとかやってたんだけど、迷彩ちょっと迷彩のせいかなと思ってね、今迷彩外して状態でやってるんですよ。これでやっ
っていくんでね、これちょっとできたら買おうかなと思って、これ今ね作戦飯の日より原影ねイベント夏の思い出34日これ後半になってますね。はい、以上にしたいと思います。今回はね備蓄品ケースね56個開封のねプレイ実況やってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。